地図にも描かれたエルドラード、エルドラード伝説のもととされる黄金の儀式を模した装飾品、エルドラードは南アメリカのアンデス地方に伝わる黄金郷にまつわる伝説である。展示で黄金号自体を指す言葉としても使用される。大航海時代にヨーロッパ人の間で広まった噂である。エルドラードとはスペイン語で金箔を被せた、または黄金の人を意味し、 16世紀頃までアンデス地方に存在したチブチャ文化の儀式が元になっている。この地方では金の採掘と装飾技術が発達し、コロンビアの首都ボゴダより北に5 7トルのところに山に囲まれた綺麗な円形の湖がある。このグアタビータ湖ではその土地の主張が全身に金粉を塗り儀式を行う風習を持っていた。1。大航海時代に スペインのコンキスタドールたちがこの噂を聞き、この話に尾ひれがついて、アマゾンの奥地には黄金鏡があるという伝説となった。エルドラード伝説の噂はドイツにまで及び、数々の探検隊が黄金を求めて南米大陸へと渡った。アウクスブルクの豪将、ベルザー家はアンブローズ・オルフィン・ジャーナル人物を南米に送り込んだ。彼は、 コロンビアのマグダレナ川を1年間にわたって探索したがエルドラードを発見することはできず新たにコロに向かったがそこで先住民に殺害されてしまったドイツ人のゲオルク・フォン・シュパイヤーは黄金峡を発見するために南米大陸を1500マイルにわたって探査した1541年フォン・シュパイアーの部下歴史のフィリップ・フォン・フッテンは黄金像を求めてグアレビータ川に近いオマグア インディアンの街を襲撃したが反撃を受けて重傷を負った。フォンフテン以降ドイツ人による黄金号探索は下火になった。最後の儀式は16世紀初頭に行われたが、この伝説はその後も約300年間ヨーロッパ人の間で語られた。18世紀後半まで世界地図にも描かれ、実在が信じられていた。しかし19世紀初頭、アレクサンダー・フォンフンボルトによって、 アンデスやアマゾンが調査され、地図上からは消し去られた。1801年、アレクサンダー・フォン・フンボルトもこの湖に立ち寄り、ムイス家族とグアンタビータコに関する記録を残している。現在、グアンタビータコの黄金探査は政府により禁止されている。この湖は、標高3100メートルという高地に位置し、多くの珍しい動植物を観察できる。しかし、あまりに多くの人が、 ハイキングやキャンプに訪れ、環境破壊が深刻化した。そのために、くんでなマル県の地域自治団体は2002年に、湖周辺への立ち入りを禁止した。3年後の2005年、状況の改善に伴い一定の条件の下で、観光客の受け入れを再開した。2。2006年5月、地域自治団体の職員が、観光道の補修をしていたとき。ただし、 ヨーロッパ人が想像したイルドラードではなかったが、コロンビアには前日のチブチャ文化以外にもかつては、キンバヤ文明、タイロな文化、シヌー文化が繁栄し、また、ペルーにはチャビン文化を継承した北海岸。ありがとうございます。